今日のあいさちゃんはもこちゃんです。めっちゃいい感じ。よいしょ、よし、いっぱい取っとこう。駐車場到着。こんな感じでいいのか。黒石餅の塩焼き、うまっ。おはようございます。いい天気ですね。今日はね、ここの目の前にある平砂浦っていうね、砂浜がサーフのポイントでね、めちゃくちゃ有名みたいなので、ちょっと初めてサーフでヒラメかマゴチを狙ってみたいと思います。ちょっと朝風呂に入ってと。楽しみ。夜と違ってね、すごい海が綺麗に見えて、とてもいい温泉でした。洗面台もしっかりしてるからね、いい感じにね、髪の毛も整えられて完璧だ。ヤクルトが無料になってる。いやー、やったー。いただき、めっちゃキンキンに冷えてるし、やったー、いただき、キピン。さあ、いくぞ。めっちゃ雨降ってる。最悪だ。やばいやばい。どんだけ降るの。どうなってんの。海の天気は変わりやすいですな。ほら、あそこのキャンプの人もめっちゃ慌てて片付けてるよ。やばい、かわいそう。でもキャンピングカーだからマシか。はい、だいぶ止んできたんでね、出発したいと思います。いやー、さっきのは何だったんだ。すごい波ですな。すごい、めっちゃサーフィンやってる人いる。おお、来るのか、乗るのか。あ、乗った、乗った。すごー、あんな陸まで行けるんだね、波に乗って。いやー、サーフィン気持ちよさそうだね。持ってきたルアーはワームとメタルジグです。ワームでね、釣れそうな気がするから、ワームをメインにやって、で、なかなかね、風があって飛ばせれないなって思ったら、メタルジグをやろうかなって思います。竿はね、サーフロッドを持ってないので、シーバスロッドでやってみたいと思います。9フィートでね、ちょっと短いんですが、まあ、いけるでしょう。ラインは PE0.85 で、リーダーが確か 17.8 ポンドだったかな。こちらをつけました。まずはこちらのワームで行きたいと思います。どの辺かな？横じゃないと無理だな。風が強くて。はい、移動してきたんですけど、着いたらね、結構風がいい感じに収まってたので、先に岸釣りをしようかなって思います。
持ってきたものはこの3つです。引き続きシーバスロットを使ってやっていくので、まあ 38g のミニジェット天秤がちょうどいいかなって思ったんで、それにヒスはね口がちっちゃいから6号のちっちゃい針のヒス釣り仕掛けを持ってきました。でね、餌は砂利目の方が細いからいいっていう風に調べたら載ってたんですけど、青いスメしかなかったんで青いスメを買ってきました。めっちゃグネグネする、めっちゃグネグネ、よしよ、こんな感じでワームみたいな感じでぐるっと沿わせるような感じでつけてと、よし、こんな感じかな。でここら辺で切る、よし、できた。こんな感じかな。あー、ちょっとあれかな、もうちょっといった方がいいかな。もう来てる、若干どうか、波があるからね。よっ、来た、そうか、切れた、なんで竹全部切れてんだけど、どういうこと、どういうこと、なんか一刀で全部切れちゃったんで、もしかしたら仕掛けが弱いのかもしれないから、急いでこのね7号針の仕掛けに変えたいと思います。よし、 OKもしかしたら来てたのかもしれないから、あ、抜けたか？あ、抜けたかも。あ、やったー、釣れた、やったー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 、でかーい、1投目で釣れました、でかい、やったー、すごーい、めっちゃ綺麗、綺麗なピンク紫みたいな感じの色だ。ちょっと青も混ざってるね。上から見ても可愛いね。みんなね、また雨が降ってきたからね、退散しちゃったけどね、退散せずにやると釣れるんだよ、覚えとけ。いやー、消化的にはねいい感じなんだけど、楽しくなってきちゃったからもうちょっと釣ろうっと。よーし、行くぞ。親切なサーファーさんにちょっとサムネイルをね撮っていただきました。本当にありがとうございました。
し、じゃあ締めようと思います。じゃあエラを取って内臓も取っちゃおうと思います。わ、めっちゃ卵入ってる。キスの卵って美味しいのかな。こっちはどうだ。あ、こっちも入ってる。明太子にしたら美味しそうだよね。チュポチュ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 、ディープチューですな。なんだ、フグじゃん。うっそー、最初のあの切られたのはフグだったのか。かわいい、かわいい、めっちゃ怒ってる。急いでね、こちらのスーパーに来たので氷を買ってきて入れたいと思います。氷を敷き詰めました。よし、これでキスは安全だ。はい、ということで天気がね結構落ち着いてきたんで、ちょっとルアー釣りのね続きをしたいと思います。でね、次はちょっとルアーを変えて飛距離を出せるメタルジグにしてみたいと思います。はい、だいぶ暗くなってきたんでね、このグローのバームでやりたいと思います。はい、ということで本日の釣果はじゃーん、キス2匹でした。氷がね溶けないでいてくれてよかった。早速お先にしていきたいと思います。こちらにあるね卵はね調べたらね煮た方がいいみたいなんで、今日はねちょっとね火は使えないんで持って帰ってどっかで煮付けにして食べてみたいと思います。またね美味しかったら動画にしたいと思います。まずは鱗を取っていきます。なんかね動画だとね目がめっちゃ白く見えちゃうんですよ。このねライトがね上からこうやってやるとねすごい白く見えちゃう。ほらこうやってやると普通に見てるとね黒いんで全然鮮度はね問題なしです。なんかって今日来たからね。さあ取っていくよ。細かいね鱗が。そして結構ぎっしりだね。
なんか鱗が取れてくるとよりピンク味が増してきますね。ピンクは鱗じゃなかったんだな。ほら、こっちは青っぽいのにこっちのがピンクだ。ピンク。もう一匹も同様にやっていきます。よし、そしたら首を落として、腹を開いて、ってみたいです。そしたらここの地合い骨を取ります。あとは皮をピンチと、いいぐらいの大きさに切ったら完成しました。イエーイ。ちょっとね、私のさばき方がね、甘くないからね、あれかもしれないけど、でも見てください、この甘いのみたいな感じでピンクでプリプリに見える感じ、めっちゃ美味しそう。それではいただきます。いやー、美味しそう。あ、めっちゃ味が濃い。すごい、なんか魚の出汁を食べてるみたいな感じ。キスってめっちゃ味濃いね。白身魚の中ではハゼの次になんか濃い気がする。プリプリ。いや。めっちゃ美味しい。やばい。はい。本当に美味しい。プリプリだ。尻尾に近い方も美味しいな。美味しすぎる。この魚食べたら喜びが止まらねえぜ。まさに。ってことで、この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴くださいましてありがとうございました。バイバーイ。Mm-hmm.